こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。世界最強とも言われる日本の通常動力型潜水艦。ではどんなところが。そんなにすごいのか？少し詳しく話していきますね。でも、潜航深度が気になります。2020年3月5日、神戸市の三菱工業神戸工場で、海上自衛隊の最新鋭潜水艦、鳳竜の引き渡し式が開催されました。この鳳竜というのは、そう、竜型潜水艦の11番艦です。母港は、広島の呉基地で、日本の広大な領海を防衛する新戦力として、実戦配備の日を迎えたというわけです。鳳竜の初舷ですが、基準排水量は2950トン、水中排水量が4200トンで、全長は84 m、幅 9.1 m と通常動力型潜水艦としては、世界でも有数のビッグサイズと言われるほどの仕様となっています。総流型潜水艦ではありますが、10番艦まではディーゼル、スターリングの両エンジンと鉛製の蓄電池を併用した推進方式でした。しかし、鳳竜はディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池方式を採用したので、かなり大きな変更を加えたということになります。ここで気になるのが、鳳竜の速力です。公表値では水上で、13ノット、水中で20ノットという数値なので、エンジン機関を大きく刷新したのにもかかわらず、先輩である10番艦までの艦とあまり違いが見られないことに気がつく方がいらっしゃるでしょう。と言っても、そもそも現在の潜水艦という兵器の位置づけは、最重要軍事機密に該当することは、自明の理です。ですから、その重要な兵器の性能を簡単に推測されてしまうような正確な数値を公表することなどはありえません。わざと従来艦と違いのない値を公にしていると考えるべきでしょう。また、最新鋭艦、鳳竜だけでなく、従来の総流型に関しても、連続潜航可能時間や最大潜航可能深度等の潜水艦自体の性能に関する重要な情報は極秘事項として何も開示されてはいません。まさに厳重機密扱いということがお分かりでしょう。潜水艦のデータを秘匿しているのは日本だけではありません。世界的にも同じ傾向です。だから、鳳竜の公表値水中速力20ノットすら、実際の可能速度とはかけ離れているのではないかと推測する人も大勢いるそうです。まあ、当然といえば当然ですね。データ秘匿の理由は、水中速度と連続潜航可能時間が明確になれば、当該潜水艦の行動可能範囲が他国に把握されてしまう恐れがあるからです。人の目を避けて隠密行動を行う潜水艦にとっては、活動範囲は絶対に敵に知られてはならない情報です。特に通常動力型潜水艦においては、絶対に秘密にしておくべき情報と言えるでしょう。
実は原子力推進型潜水艦なら機関部分だけを見れば理論上はほぼ無限に連続航行できるということがはっきりしています。また原子力を利用した機関は強力ですから、水中速力も30ノットには達すると周知されています。ですから通常型とは逆に原潜は隠す必要がないのです。というか隠してもバレバレと言った方がいいのかもしれませんね。現実的には原潜であっても人間潜水艦乗組員は艦内で生活しているわけです。彼らのための食料など物資の補給は必要ですし、狭い艦内に缶詰状態に置かれることに耐えていく人間の精神面の課題なども様々あるでしょうから、源泉はストップしなくても、中の人間にとって源泉での連続生活にも制限があるとは思います。話を横流に戻します。鉛蓄電池と比較すると大きい出力のリチウムイオン電池を採用していますから、従来艦、10番艦までと同じ水中速力とは考えられません。瞬間的なパワーは原子力推進型に引けを取らないのではないかと思われます。源泉にはメリットが多いようです。そう考えるとアメリカやイギリスなどのように保有潜水艦がすべて原子力推進型である国々が軍事力では優位に立っていることは明らかです。建造費、管理、維持経費、廃棄処分までの手間やコストを考えなければ原子力推進型は一番パワーがあり、これに勝てる機関は今現在では存在しないとも思われます。例えがちょっと飛躍したようですが、原子力推進型というのは簡単に言えば人気アニメ新世紀エヴァンゲリオンに登場した S2 機関、人類の敵とされる使徒が体内に持っている永久機関のようなものです。永久機関は昔から言われてきましたが、未だに発明されてはいないようですね。つまりほぼ無限のエネルギーを発生させることができる機関と考えて差し支えないと思われます。原子力推進型、通常動力型であるかを問わず、潜水艦の性能のポイントとなるのは最大潜航深度です。どれぐらい深く潜れるかによって、敵のアクティブ・パッシブなどの各種ソナーの捕捉から、逃れられる可能性が高くなるのです。言うまでもなく、膨大な海中全域を一度に割く敵することは非常に難しいことです。潜航深度に対応したソナー等の使用しかできないことを逆手にとって、自分の位置は敵に知られることなく敵艦だけを一方的に攻撃できることを意味しています。例えば敵より深い位置にいれば敵を下から攻撃できるということですね。実際に攻撃しなくてもレーダーなどで捕捉するのが難しい潜水艦が同じ海中に潜んでいるかもしれないと思えば、自分たちに危険が迫るわけですから、
敵の水上艦艇の行動はかなり制限されるはずです。敵の捜索行動を牽制する力があることも言うまでもありません。鋼竜は船体に使用されている素材の強度から約 600m 以上の深度までも潜れるのではないかとも推測されています。それが事実ならば、中国海軍潜水艦の同約 300m と比べてかなり優位にいるとも言われています。しかし、舞台となるのは深い太平洋ではなく、水深が浅い東シナ海や南シナ海です。ここを中国海軍との対潜水艦戦の主戦場と仮定した場合、鋼竜派オーバースペックではないかという指摘も聞こえてくるそうです。鋼竜を出すのはもったいない。ということでしょうか？潜水艦にとってキーポイントとなる潜航深度以外にも、日本の潜水艦が高いレベルにあると考えられている理由がもう一つあります。それが静粛性です。視界が悪い深い海中では、潜水艦の動きは音で判明しますから、なるべくエンジン音などの音が少ない方がベストというのが当然です。鋼竜は原子力推進型よりも構造的に優れている部分をギリギリの極限まで突き詰めていった結果、驚くほどの秘匿性を持った潜水艦になったそうですよ。鋼竜の静粛性については、中国潜水艦の浮上事件が証拠になるでしょう。2018年1月、日本の領土であり、中国とは、たびたび紛争の原因となっている尖閣諸島沖に中国海軍潜水艦が浮上しました。隠れて行動するはずの潜水艦がなぜ浮上したのか疑問視され、大騒ぎとなりましたが、真相は航空自衛隊、海上自衛隊が執拗に追跡したためと言われています。鋼竜の追跡から逃れられないと判断したのだろうと推測されていますが、鋼竜の静粛性とはあまりにも対照的だと思いませんか？仮想敵国とみなしている中国海軍の原潜には多くの騒音トラブルが発生しているそうです。この実態を考えれば、秘匿性に関しては、鋼竜派世界最高の潜水艦と考えても間違いはないでしょう。